はい、どうも出島研究所純次です。Google アナリティクスって難しいですよね。もういろんなメニューがたくさんあってどこをどう見たらいいか分かんないと。そこで、今回もですが、Google アナリティクスの見方、行動というメニューの見方編ということでやっていきたいと思います。はい、ということで今回は Google アナリティクスの行動というメニューを見ていくわけなんですけども、何がわかるのか、この行動というメニュー、これはですね、もうそのままです。あなたのウェブサイトに実際に来てくれた読者さんとかユーザーさんの動き、行動がわかりますよと。この行動というメニューも本当に見るところがたくさんありますし、できることがたくさんありすぎて複雑なので、今回は特に初心者の方がここだけは押さえておいてほしいという3つのポイントと2つの活用法を今回は実際の画面をお見せしながら解説していきたいと思います。ではいつものごとく実際の画面を見ていきましょう。はい、では来ました Google アナリティクスのこちらトップページ、ホーム画面です。で、今回見方を覚えていくのがこの左のメニューの中の行動というメニューです。で、この行動というメニューの中にもたくさんいろんなまたメニューが入ってるんですが、今回特に Google アナリティクスの初心者の方に覚えてほしいポイントが3つあります。1つ目は、はい、どのページがたくさん見られているのかというのを調べる方法です。これが1つ目。で、2つ目、あなたのサイトの入り口になっているページはどれかというのが2つ目。で、3つ目、逆に言うとあなたのサイトから逃げられてしまっている出口になっているページはどれかと、この3つのポイントを押さえていきたいと思います。ではそれぞれの見方から解説していきますね。まずは左のメニューの行動というところをクリック。で、1つ目のポイントですね。1つ目、あなたのサイトの中でどのページがたくさん見られているのかという人気のページを調べていくという方法です。はい、この行動の中から左の方にあるサイトコンテンツをクリック。で、さらにその中に全てのページというのが隠れているので、こちらをクリックしましょう。ポチッと。はい、そうしますと、はい、こんな感じのグラフとその下にあのページの URL、まあ、パスっていうのが出てくるんですけども、はい、これがですねページビュー数順にバーッと並んでます。はい、言ったらよく見られているページ、まあ、人気順にこうやって並んでいます。はい、まあ本当にシンプルにそのままです。一番たくさん見られているページがこれで、2番目によく見られているページがこれでという感じです。でですね、気をつけてほしいのがこの期間のところですね。何年何月何日、まあ、これは調べたい期間をまず設定しておいてくださいね。これでまずは一つ目のポイントですね。どのページがよく見られているのかというのが調べられますよというところです。で、ちょっと補足なんですが、この、 URL だけではどの記事がたくさん見られているのか、ピンとこないと。ちょっと URL、見てみても、あれどの記事かな、どのページかなってわかんないときは、ちょっと上にこのページタイトルというところがありますので、こちらをクリックします。そうすると、この、ね、ページの URL だったものがページのタイトルに変わりますので、ああこの記事かとこのページかというのが分かりますと。やるじゃないか。はい、まずこれが一つ目のポイント、押さえて おいてほしいポイントがどのページがたくさん見られているのかというポイントです。で、2つ目、じゃあちょっと近いんですけど、あなたのウェブサイトの入り口になっているページはどれか というのを調べる方法です。はい、先ほどのね、行動というメニューからサイトコンテンツ、まだサイトコンテンツの中にランディングページという項目があるので、こちらをクリックしましょう。このランディングページっていうのはもうそのまま英語の意味でいくと着地ページなんですよね。なのであなたのウェブサイトに最初にひょっとね着地と来てくれたページのことを、このランディングページと言います。まあ言ったらね、本当に何回も言いますけど、あなたのウェブサイトの入り口になってくれているページはどれかというのがここで特定できますよということです。で、最後3つ目のポイントは、じゃあ逆にあなたのサイトのから
出口ですね、逃げられてしまっている出口のページはどれなのかというのを調べる方法です。はい、こちらはですね、左の行動というメニューの中から、またサイトコンテンツと、その中から離脱ページというところを言ってみましょう。はい、それを見ると、これもですね、どのページから、離脱されているのかというのが、離脱されている順で出てきます。はい、ここちょっと右の方を見てもらえたらわかるんですけども、こんだけ見られて、例えばこれで1番目の記事でいくと649回見られてるんですけども、649回見られてるうちの622はもうそこのページでもう逃げられてしまってますよと。で、離脱率というところでは、はい、95.84% がこのページからもう逃げてしまっていますよというのがわかります。はい、これが今回行動のレポートで押さえてほしい3つ目のポイント、どのページから逃げられてしまっているのかという離脱ページを調べるということですね。はい、で、ここまでで3つの押さえておいてほしいポイントが分かったと思うんですけども、じゃあこのデータをどう活用したらいいのかというのを今から2つお伝えしたいと思います。はい、まず1つ目ですね。はい、まずは先ほどお伝えした1つ目のポイント、あなたのウェブサイトの中でどのページがよく見られているのかというのを、まずはデータを見ましょう。行動のサイトコンテンツ全てのページですね。はい、ここを見てもらうと、はい、先ほどお伝えした通り、どのページがたくさん見られているのかと出ます。で、この中でちょっと知っておいてほしいのが、このページビュー数が多ければ多いほど、もちろんたくさん見られているページなんですけども、その中でも価値が高いページと価値が低いページっていうのがまたあるんですよね。で、大きくその価値が高いページと価値が低いページ、 何なのかというと、価値が高いページは何かというと、まず1つ目、ちょっとね、このまずは1番目の記事のこの URL 部分をクリックしてみてください。ポチッと。はい、そうするとこのページが毎日これくらい見られているよっていう日々のページビュー数がこうやって出てます。まあ多少ね、上下はしているものの、毎日人がこうやって出てきていますよね。はい、これ安定的に人が来ているページなので、これはかなり価値のあるページだと考えてください。毎日ね、お店に人がたくさん来るって考えたらすごくないですか。で、この記事だけで毎日30とかね、29とか26とか来てると思ったら、結構やっぱりすごいページなんですよね。はい、じゃあ逆に価値の低いページって、まあどういうページなのというと、このようにある特定の日だけドカーンとアクセスが集まって、あとはほとんど人が来ていないというようなページがあります。で、こういったページっていうのは、まあ、ほとんど今は人が来ていないので、有効活用しようにもなかなか活用できないページです。先ほどお店の例で例えましたけども、安定的に毎日2、30人が来るページと、1日だけね、1000人ぐらい、1500人バーンと来て、あとは一人も来ないというお店では、どちらが価値が高いかというと、長く続くお店っていうのはやっぱり前者ですよね。一瞬だけ人が来てもう来ないっていうお店ってもう潰れちゃいますよね。はい、それを考えると、ブログ記事とかウェブページも一緒で、一瞬だけトーンと人が来て、あとは人が来ないというページもなかなか活用しにくいですよというのがわかります。はい、これを踏まえた上で、じゃあ大きく、まあ、2つの活用法をお伝えしていきたいなと思います。はい、ということで活用法の1つ目です。活用法の1つ目なんですが、これはですね、はい、よく見られているページかつ安定的に人が見に来ているページは有効活用しましょうというのが一つ目です。じゃあどう有効活用するかというのがまずポイントなんですけども、はい、例えばですね、今回はじゃあこの2番目にページビュー数が多い、ページですね、こちらを見てみましょう。実際の記事とかウェブページを見に行ってみましょう。はい、こちらですね。こちらを押すとそのページに飛ぶことができます。はい。で、このページどう有効活用したらいいかというと、今ね、安定的に人が来ているんですよ。ということは、
はい、このページだけで終わらせてしまうと、まあ、損なんですよね。ということなので、このページをざーっと見ていただいて、ちゃんと他のページにリンクが貼れているかっていうのを見ていくんですよ。で、これを見ると、他のページにはなかなかリンクが貼れてないんですよ。これ、引用のね、外部サイトへの URL を貼られてるんですけども、他のページ、自分のサイトの他のページへのリンクがほとんど貼れていないというのがわかりますと。そうしたら、せっかくたくさん人が来ているので、毎日コツコツと来ているので、このページからもっとこっちのページも見てよという、まあ、あなたのもっと見てほしいページへのリンクをどんどん貼っていくと、いいですよという話です。わかりますかね。たくさん人が今安定的に来てるんだったら、このページから本当に見てほしいページのリンクを貼りましょうっていうのが、活用法の一つ目です。例えばですけど、何かあなたが商品サービスを販売しているという場合は、その商品サービスの販売ページのリンクをページの中とか、ね、ページの終わりとかに置いてあげると。で、そうすると、記事を読んだ後とか、まあ、読んでいる途中に、その商品サービスが気になって、そちらのページも見に来てくれるということになります。はい。有効活用できそうですよね。これが一つ目のポイントです。今ね、多くアクセスが来ていて、なおかつ安定的に人が来ているページからは、本当に見てほしいページへのリンクを貼りましょうよと。ね、そういうのが一つ目の有効ポイントです。はい、そして有効活用ポイントの二つ目ですね。はい、行動のレポートの有効活用ポイントの二つ目なんですけども、はい、この行動からサイトコンテンツ離脱ページと、ね、行動サイトコンテンツ離脱ページと行くと、先ほどもお伝えしたみたいに、どのページがたくさん見られていて、なおかつそこからたくさん離脱されているかというのがわかります。はい、これを見ると、ね、一番上のこのページは3800見られているのに、3372離脱されていて、88.74% の人がもう逃げてしまっているというのがわかります。はい。あとはもう先ほどの一つ目の有効活用ポイントと一緒で、じゃあこのページから逃げられているんだったら、逃げられないようにそのページの中にしっかりと他の関連ページへのリンクとかですね、本当に読みたくなるようなリンクを置いてみたりとか、あとは本当に見てほしいページですよね、へのリンクを置いてあげると。そうするとまたこちらの離脱を防げるかなと思います。はい、以上2つが活用ポイントでした。1つ目が今たくさん見られている、なおかつ安定的に見られているページから本当に見てほしいページのリンクを貼りましょうというのが1つ目で、2つ目のポイントが今たくさん逃げられてしまっているページから逃げられないように、関連ページへのリンクとか、また本当に来てほしいページへのリンクっていうのをしっかりと貼りましょうと。はい、この2つの有効活用ポイントをぜひ活かしてもらえたらなと思います。はい、ということで今回は Google Analytics の行動というメニューの見方、初心者の方が押さえておきたいポイント3つと、あとはデータの有効活用方法2つについて解説しました。はい、今回の動画がまた良かったよという方はぜひ高評価、そしてまたこういう手島関係データ活用の方法を知りたいという方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。手島研究所純一でした。